はい、それでは本日は二級土木施工管理技師の二次検定、平成30年の問い4番、コンクリートの養生、打ち継ぎ目、および問い5番のコンクリートの用語について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されておりますので、そちらからもご覧ください。それではまずはじめに問い4番から入っていきます。フレッシュコンクリートの仕上げ、養生、および硬化したコンクリートの打ち継ぎ目のに関する次の文章の四角の言いから法に当てはまる適切な国を次の国から選び、回答欄に記入しなさいと。 いう問題になります1番仕上げとは打ち込み締め固めがなされたフレッシュコンクリートの表面を平滑に整える作業のことである仕上げ後ブリーディングなどが原因のいこちらは、えー、沈下という言葉が入ります沈下ひび割れが発生することがあるということになります2番も続けていきたいと思います仕上げ後コンクリートが固まり始めるまでにひび割れが発生した場合は「ろ」や「再仕上げ」を行うこちら「ロという言葉は タンピンピグという言葉が入りますまず今回の問題なんですが、この今回沈み日々割れということが出てきますが、仕上げ、このような短波などでタンピングをして仕上げをしていくということですね。この際に仕上げというものは打ち込みとか締め固めがなされた後にフレッシュコンクリートの表面をこのように平滑に整えていくことを言うということですね。その時にブリーディング水などが原因のこのブリーディング水というものはこう表面に浮いてくる水のことを言うということですね。このようにブリーディング水がどんどんこう浮かび上がってきて、そして 材料分離骨材と水が分離していって骨材の方が重いのでどん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 進化していきますそしてこのような鉄筋があるんですけどもここら辺が表面に出てきて沈みひび割れを起こすという流れになっておりますなのでこのようなブリーディングなどが原因の沈みひび割れが発生することがあるのでしっかりとタンピングをしなければいけないということですね そして仕上げ後、コンクリートが固まり始めるまでにひび割れが発生した場合に関しては、このようなひび割れが発生した場合に関しては、タンピングと言われるコンクリートを脱出後に表面をこのようなタンパ等で繰り返し叩き締め固めることをタンピングと言います。なので仕上げ時に関しては、タンピングによってひび割れを、部分を補修するという流れになりますので、このような進化ひび割れ、そしてそれを是正するためのタンピングという言葉をしっかりと覚えてください。続いて3番。 養生とは打ち込み後一定期間硬化に必要な適度な温度と湿度を与え有害な外力などから保護する作業である湿須養生期間は日平均気温が15度以上では葉こちら混合セメント B 種という名前になりますこの混合セメント B 種で7日と使用するセメントの種類や養生期間中の温度に応じた標準日数が定められているという問題になります こちら非常に難しい問題なんですけども、まず混合セメントという言葉が出てきます。混合セメントと言われるものはですね、こちらは普通ポルトランドセメントというものに各種の混合材料を組み合わせたセメントのことを混合セメントと言います。例えばコールスラグであったり、フライヤーシュ、シリカシ質混合材などが割り当てられると、そのようなものがあるということですね。なのでその中の問題がまずここに入っていますよという形になります。そしてこの 混合剤ま,たはまた混合剤の配合比率によって、例えば、このホロスラグと言われるものは A 種であったり、B 種であったり、C 種などに分かれているという流れになります。なので、このような混合セメントの今回は問題になりますよという流れになります。ちなみに、普通ポルトランドセメントというものは、普通セメントのことで、イギリスのポートランド島で採れる石に似ていることが由来でポルトランドセメントという名前になっております。まあ、普通セメントだと思っていただければいいです。 今回非常に難しい問題なんですけども普通のポルトランドセメントそして早く固まる早強ポルトランドセメントそして混合セメント B 種というこのように3つに分かれておりますそしてその中でも15度以上10度以上5度以上という形でさらに分かれている合計9つ、えー、日数があるということですねこ,れこ,ちらこちら非常に難しいんですけどもこの7日というものが、えー、このヒントになってくるということですね、まあ、7日というものは混合セメント B 種の15度以上しか、えー、存在しませんのであここすいません一応ここにもあるんですけども15度以上と というのが今回定められておりますので15度以上7日ということでこちらは混合セメント B 種という言葉が入りますこちらも非常に難しいのでしっかりと覚えてくださいこちらフル普通ポルトランドセメントに関しては養生期間が5日そして早期ポルトランドセメントは早く固まるので3日そして混合セメント B 種というものは5日に比べてさらに2日プラスの7日という形で遅くなっておりますこのような混合セメントに関しては例えばこのようなコールスラグなどは えー、このようなものは強化するためにあります。なので、セメントを強化するためにあるものになりますので、強化するために時間がかかると思っていただければいいです。なので、このように、えー、時間が遅くなっていることから、えー、この 5, 3、えー、5と3とそして7と7かと遅くなっているので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて4番。新コンクリートを打ち継ぐ際は、打ち継ぎ面の2、こちらは、えー、レイタンスという言葉が入ります。レイタンスや緩んだ骨材流を完全に取り除き、 十分に吸水ですね。ほわは吸水が入ります。吸水させなければならないという形になります。こちら、コンクリートを打ち継ぐ場合、このような L 型溶壁孔があるとして、このようなベースをまず打ちますと。これを打った後に数日後、この立ち上がりを打つとなった時のこの打ち継ぐ部分、ここのことを言っているということですね。で、今回、このような新コンクリート、立ち上がり部分に打ち継ぐ場合に関しては、打ち継ぎ面の2、こちらのレイタンスという言葉が出てくるんですけども、このレイタンスと言われるものは、 コンクリート脱折時にブリーディング水によって表面に上昇してくるセメントの粒子や骨材の微粒成分が積み重なった脆弱な層を言います。なのでこのようにブリーディング水でどんどん上がってきて、そして最終的にここが固まった脆弱な層ですね。なのでこのようなレイタンスという脆弱な層、こ,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 このレイタンスがここにあると脱折をした時に、ここが非常に弱点な層になります。そもそも弱い脆弱な層になるので、これを取り除かなければいけないという形になります。 なレイタンスでであったり、り緩んいいる骨材をてて取り除いてザラザラにします。ザラザララにしてさらに吸水させることによってこの打ち継ぐ場合の良いこことここががっつりここが完成されたコンクリートになるということですねなのでこのようにレイタンスや緩んだ骨材を取り除いて吸水させるというものは打折する打ち継ぎの部分に打折する際には非常に重要になりますのでこちらの用語もしっかりと覚えてください以上のことから今回は胃が進化、炉がタンピング、刃が混合セメント B 種 2ががレイタンス、4が給水となります。続いて問い小判のコンクリートの用語について解説をしていきますコンクリートに関する次の用語から2つ選び用語名とその用語の説明についてそれぞれ回答欄に記述しなさいという問題になりますえまず1つ目ブリーディング先ほども出てきた通りこのブリーディング水のことですねコンクリート打設後セメントの骨材の沈下により表面に水が表面に浮かび上がり材料分離する現象のことを言います なので、コンクリートの骨材などが重く下に行き、そしてそ,の、えー、それに伴って材料分離した水が上に上昇していくという形になります。なので、これの是正策としては、ブリーディング水の上昇後、凝結が終了する前に短波等でタンピングを行うというものになります。ただ、この用語の説明なので、ここだけ書いていただければよろしいです。続いて、コールドジョイント。 こちらは先に打ったコンクリートと後に打ったコンクリートが一体化せずに打ち重ねた部分に不連続な面が生じることこれをコールドジョイントと言いますこのようにですね仮想コンクリートを打ってそして仮想コンクリートを打った後に上層コンクリートを打ちますで棒状バイブレーターがしっかりと、えー、締め固めのようにこのようになされてなかったときはここがですね打ち継ぎ面となってしまって不連続な面が、えー、この固まって生じる生じてしまうということですねなのでこのようなものを作ってしまうと地震の時にここから亀裂が入ってきますので弱点になります なので、このようなコールドジョイントが発生しないためにも、締め固めの際に、上層コンクリートと仮想コンクリートの、この打ち付いた部分、ここに関しては、しっかりと締め固めになってい,ればいけないというものになりますので、今回、コールドジョイント、こちらの要素もしっかりと覚えてください。続いて3つ目、AE 材。こちら、エアエントレーニング。空気という言葉と、そして流れに乗せて運ぶという意味になります。この AE 材というものは、コンクリート中に微細な独立した気泡、電光空気といわれるもの、エントレイントエアというものですね。 を一様に分布ささせせワーカビリティや品質をを向上させるための混和剤の混ことを言いますなのでこのようなセメント粒子に、まあ、このようなエントレインドエア、連行空気がこう、ひっついてくるということですね。このようなエントレインドエアを一様に分布させることによって、まあ、空気ができますので、ワーカビリティの向上であったり、その他の品質、対等外性が増したり、ブリーディングやレイタンスが少なくなるというような特徴があります。ワーカビリティや品質を向上させる混和剤になりますので、こちらもしっかりと覚えてください。 そして最後、流動化剤。こちらはコンクリートに添加し、流動性の向上やスランプロスを低減させる混和剤のことを言います。なので現場でこのように投入していくということになります。まあ、このコンクリートなんですけども、このコンクリートに現場で投入して、このスランプロスというものを低減させる混和剤になるということですね。このスランプロスというものは、えー、練り上げられたコンクリートが硬化していくことのことをスランプロスと言います。 なので、どん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 早く硬化していくことをスランプロスと言いますので、このスランプロス、硬化していく速度を遅くする役割が流動火災になります。なので、柔らかいコンクリートということですね。早く固まってしまうと、早くもうどん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 挫折をして、いっぱい締め固めを早くしなければいけないので、そうすると、良い品質のコンクリートではなくなってしまいます。なので、コンクリートに流動性を持たして、ゆっくり、しっかりきれいに締め固めができるようなコンクリートにするために流動火災を入れるということですね。 すみません、こちら、混和剤と書いたんですけど、この材という漢字がこの材の漢字になります。こちらの材は量が多いときの材を使います。この材に関しては量が少ないときの材を使いますので、流動化材というのはあんまり材料を使数量を使いませんので、この材という形になります。以上、今回4つ説明させていただきました。もしこちらの問題が出たときには、このような用語の説明もしっかりと覚えていただければと思います。では今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。